神輿巡行にあたり、宮司より挨拶がございます。皆さん、おはようございます。今年は特に、巡行祭4年に一度ですけども、お神社1350年という良き年にあたりまして、さらに、事前授業もありましたけども、さらに盛り上げていきたいと思います。ただし、怪我のないように熱中症とか今心配されておりますので、水を十分に補給していただきまして、怪我とか喧嘩とかそういうものがありませんように楽しい巡行にいきたいと存じますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。続きまして、祭礼委員長よりご挨拶申し上げます。責任役員、江口博之殿、お願いいたします。皆さん、おはようございます。朝早くからご参加をいただきまして、大変どうもありがとうございます。今日は、宮司さんが申されたように、4年ぶりの開催でございまして、なおかつ、1350年祭という重し、あの石のように重い重みがございます。それらを元気よく過ごすには、お祭りを完成させるには、このおみこしを持ってするわけでございます。その一番担ぎに皆さん方が他にご参集いただいたことは誠に光栄でございます。気をつけまして、これからあちらの鳥居のとこで午前中日町16箇所を回ります。挨拶回り、このおみこしを4歳車に乗せて車で回ります。お昼から大島からこの神社に向けては、午後は担いで来るわけでございます。氏子が交代してまいります。一つ道中何事もないようにご協力をお願い申し上げまして、挨拶に変えます。よろしくお願いします。ありがとうございました。次に手締め責任役員、伊藤邦夫殿、お願いいたします。皆さん、おはようございます。天気予報によると35度というかなり、強烈な太陽が照らしていますので、十分体調には気をつけて今日一日無事にお待ちたいと思いますので、よろしくお願い申し上げまして、ご挨拶します。ありがとうございました。どうもよろしくお願いします。早いね、すぐ。
ども。